はい、みさるかです。恒例の告知動画でございます。イエーイ、イエーイ。いや、7月4日です、好評のね、ずっと今絶賛ツアー中であります、あやかし姫シェフシフターさんと一緒にねツアー回ってるわけですけれども、7月4日のライブにもね、チェキを買ってくれた方、そのチェキの中に当たりが入ってて、お入ってますよ、今回も当たりが入っちゃってます。入ってまして、その当たりが気になる。はい、あやかし姫前回の仙台の帰りにね、佐野パーキングエリアというところに寄ったんですけれども、そのお土産コーナーで買ったメンバーセレクトお土産を当たりの人にプレゼントしちゃいます。豪華すぎ、イエーイ、安い、高い、これ豪華ですね。豪華ですね。それでメンバー1人1万円出したら5万円分ですか、5万相当のお土産がもらえるってことですか。そんなにお得なの。いっちゃってる。お得ですね、びっくりです。いや、ということは5万なんですか、チェキを、チェキを、チェキを100枚買った、はいはい、相当のあすごいお土産がもらえる。チェキ1枚買って当たり引けばそうもらえるかもしれない。もらえるかもしれない。これはね、純金の、そう、有名なキャラかもしれないですよ。かもしれない、かもしれない。そう、純金のあれね、あの有名な、そう、有名なキャラかもしれないですね。ドンキホーテにあるガチャよりもね、レア度高いかもしれない。そうですね。でも嬉しいよね、マジでね、リアルにね、普通にね、そう、まあ、世界に一つだけのあれですよ。そう、世界に一つだけのあれがもらえちゃうかもしれないです。はい、まあ適当なこと言ってますけれども、はい、7月4日は名古屋ホリデーネクストで、チェキの当たりを引いた方には、はい、佐野で買ったメンバーセレクトお土産がもらえるので、ぜひゲットしてください。イエーイ。わあ！最近流行ってるの。いや、あやかし姫もね、もう本当に、はい、回を重ねるたびになんか楽しくなってきてるので、楽屋のトークもね楽しいしね。いや、めっちゃ距離感縮まってるね。うん、距離感縮まってて、なんか仲良しになれたような気がします。天使と悪魔がね。でも次のライブの時は。はい、天使モードなのか悪魔モードなのか分かんないよね。あれ2着あるのすごくいいよね、うん、衣装が、うん、別人かもしれんしね、あれね、もしかしたら。いや、なので僕らも名古屋ではね、衣装が変わってるかもしれません。そうなの。まあ適当なこと言ってますけれども、はい、7月4日名古屋ホリデーネクスト来てください、お願いします。みさるかでした。